暴れ回ってるわけじゃねえ。あの動きは押されてる。俺たち押されてるぜ。ネタマシンからと噛みつかないでくれたまえ。今の状態ちょっとまずいかも。Hell or Haven? 好きに決めな。どうだね、我が輩の庭も大したものだろう。もしかしてコロッと負けちまうのか。あと何百倒せれば奴を倒せるというのか。取り戻すつもりか。それ以上失敗したら怒られるぞ。 It's one less dragon! 、I can't lose! ごきげんよう、マサムネ君。
今日も午後の玄米茶がうまいね。よう、ジェントルマン。最近は随分と景気がいいようじゃねえか。ん？そういう気候は随分と景気が悪いようではないかね。は、そうでもねえさ。政宗様、この狐の相手をしてはなりませぬ。相手をすればその分竜の名に傷がつきましょう。今はただ目的に邁進すべきかと。聞こえたよ小十郎君。それは聞き捨てならないね。あいにく聞こえるように言ったんでな。もう我慢ならない。勝負させてもらうよ。そいつは好都合だ。相手してやるとするか。まあいい、行きがけのダチンだ。腹立ちついでに暴れさせてもらうぜ。立腹なのはこっちも同じだよ。あんたには悪いが、最近の俺は虫の居所が悪くてね。なんだねその凶悪な笑顔は。ちょうどいい腹いせってやつだ。小十郎には黙ってろよ。暴力反対。我が輩は真摯な対決を望むよ。今日はなんともご機嫌な戦組だったね。不可能がなさすぎるのが目下の悩みだね。我が輩を羨ましいと認めるなら今のうちだよ。なんだかんだでこのお方は賢い方です。狐の毛並みに酔いしれたまえ。なんて仕方ないだろう。我が輩は賢いからね。どんな機会も見逃さないから我が輩なのだよ。我が輩への手土産はいつでもご機嫌だよ。いやはや、そんな見とれないでくれたまえよ。おや、我が輩の武勇伝を聞きたそうな顔だね。どうだいこのヒゲ、貴公には真似できまいよ。丹大様って割と力持ちだよな。この刃実はとーっても重いのだよ。賢い。この子も見事だろ。もちろん見せるだけだよ。我が輩のいい人ぶりに勝る宝は一切ないね。ジョー君、いつもの玄米茶を入れてくれたまえよ。貴公も我が輩のように自信を持ちたまえよ。我が輩には知恵がある。天は二物をなんとやら。奥州はね、我が輩を仰ぐ奥義なのだよ。なんともご機嫌な世の中じゃないか。それでは我が輩は退散するよ。これは焦りか。
それとも気に食わねえが、こんな日も悪くはねえ。 You just wait。 そこで待ってる。どうぞ。それじゃあ正宗君、また会おう。ち、逃げ足の速い狐だぜ。政宗様、冷静さを失ってはおりませぬか。どうした小次郎、俺のやることがそんなに心配か。お分かりとあらば結構です。怒りの感情、そのさじ加減は全てあなたご自身の判断によるもの。俺の好きにしろとでも言いたいのか。いえ、この先必ずや訪れる激しい怒りの際、それを耐えて伸びるも砕けて散るも全てはあなた次第ということです。焦った夫人で迎えてくれるなよ。